琴の葉ラジオ。はい、始まりました。琴の葉ラジオのお時間です。今日も皆さんに素敵なお話をお届けしたいと思います。ナビゲーターの松本流星と崎山日和です。よろしくお願いします。はい、ということで8月22日、はい、9月でした。あ、はいって言っちゃいました。はいじゃないよ。やってしまいましたね。やっちゃいましたね。9月だ。9月の22日ですね。はい、22日は合ってますよね。合ってます。それは合ってますよね、さすがに。はい、ということでね、本日ね、ショートケーキの日なんですよ、はい、ショートケーキの日。そう、ケーキの日。あ、へーって言われてるんですけど、なんでかわかりますか？9月に、語呂合わせですか？まあそうですね、毎月22日はケーキの日なんですけど、っていうのも、はい、1週間前15日じゃないですか。はいはい、15って語呂合わせでイチゴでしょ。はい、カレンダーで見た時に22日って15日の下に来るわけね。あー、だからケーキの日なの。22日は語呂合わせっていうか位置関係問題ですね。だから皆さん、今日はケーキを食べてください。夜中ですよ。夜中ですけど。いいですかね。夜中です。まあいいんじゃない、今日ぐらい食べちゃいますか。毎月この日だけは許される日。許される日。なんかね、こういうのもあるんだなっていう。語呂合わせ以外にこういうカレンダーのあれとかあるんですね。うん、僕が知ってるのだと、はい、あと8月の24日。8月の24日、何の日か分かる？8月の24日、え、何の日ですか？ 8月31の上に来るんっていう。8月31日の上に来ることからこの日ってつけられてるんですけど、8月31日、野菜です。野菜の日。野菜の上にかけるものといえばドレッシングの日。そう、8月24日。あ、本当ですか？そう、ドレッシングの日。ドレッシングの日って制定されてます。すごい。ドレッシング協会だったかどっか忘れたけど、ドレッシング協会さんがなんか制定した日で、そういうのもあったりするんですよ。やっぱり上下なんですね。そう、セットなんだ。野菜にかけるからって言って野菜の上っていう。いいですね。なんかケーキの日はイチゴが上に来るからっていうので22日だったりとか、なんかそういうのもあって、あ、面白いなって思ったり。記念日に。知らなかったです、その感じは。そう、僕は野菜の日、あのドレッシングの日は知ってたんですけど。これクルトンでも成り立ちません？そうだね。いや、ドレッシングですね。ドレッシング&クルトンの日。クルトンの日。はい、そんなね、まあ、あの今日はケーキの日なんですけど、ドレッシングではなく、はい、今日はケーキの日なんですけど、そんなケーキの日にね、はい、10月の朝顔後半来ました。はい、後編を読みたいと思います。はい、まだね、あの前半聞いてないよっていう人はね、先週ね、いちごの日にね、はい、読みましたので、いちごの日にのものをね、聞いていただいて、 YouTube の FM 那覇さんのチャンネルに上がってますので、はい、そちらで聞いていただいて、もしよろしければこちらの後編の方を聞いていただければと思います。はい、それでは10月の朝顔後編、お聞きください。10月の朝顔、筆先千尋、筆先の世界。呆れるほどにたくさんの検査をして分かったことは、発症から 1,2 年で確実に死に至る、そんなクソのような病気に彼女が選ばれたということだった。医者の話では、来年の冬は寝たきりか、もしかすれば冬を迎えることもないらしい。出会いと別れに世間が浮かれる春、
彼女は仕事を辞めた。ねえ、どっか旅行行きたい。どっかってどこ？イギリス？海外か。2026年完成なんでしょ？何が？あれ、サグラダ。サグラダファミリアね。そう、それ。ちなみにイギリスじゃなくスペインな。じゃあスペイン行きたい。きっと完成は見れないし。そういうこと言うなって。スペイン行ったら旅行記書いてみようかな。いいんじゃん、自助伝的な。書き方教えてくれる、ソータ先生。気が向いたらね。気向けてよ。高くつくよ。金ならある。いらねえよバカ。高くつくって言ったのそっちでしょ。あ、ねえ、すごい今更なんだけどさ、なんで書いてるの？脚本？うん、なんかストレス発散みたいな。でも書いてる時機嫌悪くなってるじゃん。超低気圧まとってる。そんなに？うん、ごめん。まあ慣れたから別にいいけど。なんかさ、書いたら忘れるんだよね。もやもやしたのとか後悔とかいろいろ。じゃあ自助伝書いたらスペイン行ったのも忘れちゃう？それとこれとは別。そっか。何それ？やりたいことリスト、人生の100のリストみたいな。はあ、なんか一時期そんなの流行ってたね。出た、流行り物に興味がない脚本家。はあ、流行り物は流行るだけの理由があるんだから、ちゃんとチェックした方がいいですよ。ご忠告どうも。何バカにしてる？いや、だし巻き卵にチェック入ってるから笑った。もうね、上手に焼けるようになったからチェック入れた。そっか、ちょっと変化して。三枚おろし？うん、魚さばこうよ。やだ、切り身買えばいいし、ソータがさばくからいい。そこだけは固くなんなのな。魚の目がこっち見てて怖いの。はいはい。何その言い方。どうせめんどくさいだけだろ。バレた？バレバレ。ね、私ね、実は幸せ者なんじゃないかなって思って。何急に。だってさ、朝行ってらっしゃいってしたまま事故とかでもう会えなくなっちゃう人もいるわけじゃん。私準備期間もらっちゃった。料理もちょっとずつコツ教えてもらってるし、これで一人でも大丈夫。普通逆。そっか。じゃあソータが一人でも思いっきりかけるようにお金いっぱい残したくね。紐みたいに言うな。言ってないし。こんなやりとり昔したね。逆だったらよかったのにな。私が残される方だったらさ、綺麗さっぱり忘れて新しい男捕まえて生きるし。はあ？ほら、私超合理主義だから。ハッカ状だな。でしょ？だからさ、忘れてね。私のあと少しはさ、ソータが隣にいて幸せだけど、その後が心配。化けて出ちゃうかも、忘れろって。巨乳の美女捕まえる。料理も超できる女捕まえる。しんどい。じゃあ思ってもないこと言うんじゃねえよバカ。思ってはいるんだけどね。いつだったか言いそびれたじゃん。ソータの処女作10月の朝顔、あれの最後の方好きだよ。なんだよ急に。残される方が辛いから、だから前を向くために僕は君を忘れて生きていく。よくまんま覚えてんな。ファンですからね。ああ、これだけは忘れないように書いとこうかな。残される方が。いいよそんなん書かなくて。いいの、私の手帳なんだから好きなこと書くの。はいはい。私もね、忘れて生きてくれって思うし、逆でもきっとそうする。あんなん書かなきゃよかった。なんで？なんでも。私の病気、あんなの書いたからだとかめんどくさいこと思ってる？
図星だ。あのね、そんなこと言ってたら脚本家の嫁みんな死んでるよ。ほっとけ。ね、旅行国内にしない？やっぱり？うん。飛行機も新幹線も怖いしな。あー、鎌倉は？車で行けるし。運転俺だよね。うん。ちょっときつくねえですか？行きたいな鎌倉。行きたいな。頑張りますか。やった。平日がいいな。ねえ、来週は？早くね。善は急げって言うし、持っていくものメモしなきゃ。この間メモ用のアプリ教えてやったじゃん、あれ使えば。あ、そっか。ねえ、ん？ごめん、どのアプリだっけ？彼女はどれがどのアプリなのか時折認識できなくなっているようだった。ジメジメとした梅雨の始まり、彼女の左手、左足の麻痺がよりひどくなった。大丈夫？あ、うん、ごめん、卵こぼしちゃった。朝飯いいよ、俺作るから。できるよ。ん？ちゃんとできる。うん。だしに片栗粉溶かしていっぱい混ぜて、それから焼き方だって覚えてる。うん。教えてもらったもん全部覚えてる。うん。嘘、本当はそんなこともわからなくなるの。手がね、動かないの。自分の手なのに。ね、なんで？アサミ、なんなのこれ。アサミ、ちょっと落ち着いて。なんで落ち着いてなんて言えるの。動かないんだよ、足も手も。明日もう本当に全部動かなくなっちゃうかもしれないんだよ。ごめん。もういや。このまま私全部動かなくなって、ソータのことも全部忘れて、私が私じゃなくなって、それで死んじゃうんだよ先に。サミ、お母さんからも連絡あったでしょ。私たち結婚して間もないし、私みたいなの背負う必要ないって。サミ、私がいなくなった後もソータは生きなくちゃいけないんだよ。嫌なの私。きっと一人で何もできなくなる。ソータにいっぱいいっぱい迷惑かけて、それでソータのことも全部忘れて。ハサミ、手がうまく動かせないなら一緒に作ればいいし、俺だってベロンベロンに酔ってパンツで寝転んでるような変なとこ見られてる。そんなの、もともと料理のできない女と料理ができる男の二人じゃん俺ら。俺のことなんていいように使えないよ、合理的にさ。そんなのできないよ。売れない脚本家が病気の嫁放り出してみろ、世間がなんていうか。だから麻美が嫌だって言っても一緒にいるし、俺のために。何その言い方。こうでも言わないと納得しないかと思って。私ソータのことも忘れちゃうんだよ。いいよ、先に死んじゃうんだよ。うん、なんてそんな簡単に言わないで。だってさ、俺ら誓ったじゃん、健やかなる時も辞める時も死が二人を分かつまでって。そう言って一緒になったんじゃん。うん。落ち着いた？ううん。ごめんね、ごめんね。夏、私は自宅での生活が困難になった。病室の冷気が体に張り付いて、夏らしさなんてこれっぽっちも感じない。明日か明後日か、それともこれを思ってる次の瞬間か、私はソータを忘れてしまう。
そしてそのまま死んでしまう。なんて薄情な女なんだろう。料理もへったくそで気も強くて、挙句の果てにソータを残して死んでしまうなんて、なんてダメな女なんだろう。こんな私を愛してくれてありがとう。伝えたいありがとうは山ほどあるのに、それを伝えてしまったらきっとソータは私のことを忘れられなくなるだろうから、だから伝えないまま忘れてしまうことにした。これがソータの書く脚本だったなら、きっと私は手紙かボイスレコーダーに彼へのありがとうをありったけ詰め込むのだろう。でも私は薄情な女だ。安い飲み屋で口説かれたことも、春の鎌倉も、一緒に作っただし巻き卵の味も、超低気圧をまとった不機嫌なソータも、ベロンベロンによってパンツで寝ていたソータも、忘れてもいいよって泣いてくれたソータも、全部忘れる薄情で合理的な女だ。そんな女のことなんて忘れて生きてほしい。10月の朝顔のあの主人公のように。あれを書いたから私が病気になったんじゃない。あれを書いたあなただから、きっと私を忘れて前を向いて生きてくれるから、だから私たちは巡り合ったんだと思う。残される方が辛いから、だから前を向くために僕は君を忘れて生きていく。10月の朝顔、鈴木聡太。朝晩が冷え込み、秋を感じるようになった10月。彼女は彼女ではなくなった。どう？調子は。残された時間はあとどれくらいだろうか。安い丸椅子をベッドの隣に置き、そこに腰掛ける。そして何度目かわからない自己紹介をする。おはよう。俺は鈴木聡太。職業は売れない脚本家。得意なことは料理。君は鈴木あさみ、俺の奥さん。合理主義で要領が良くて稼ぎも文句なしの元キャリアウーマン。好きなものはだし巻き。あさみ？ソータの作った甘いだし巻き卵。うん。あさみ、わかるの？うん。君は鈴木あさみ、俺の奥さん。好きなものは俺の作った甘いだし巻き卵。一瞬だけ戻った彼女の手を握り、ただ泣いた。10月に咲いた朝顔が冬を迎えることはなかった。10月の朝顔、筆先千尋、筆先の世界。朗読、松本流星。崎山日和。ということで10月の朝顔後編お聞きいただきました。いかがでしたでしょうか。
泣いちゃう。辛いですね。辛い話だよね本当にね。最後でもちょっとでも会えてよかったなって思いますね。ね、ちゃんと彼女に会えてね、よかったとは思うけど、切ないよすごく、はい、めちゃくちゃ切なくなっちゃうこのお話。そうですね、なんか浅見は思ってること伝えると、うん、ソータのこう負担になるというか忘れてもらえないからっていう理由で言わなかったですけど、思ってることを。あれですね、ソータはもしかしたら聞きたかったところもあったのかもしれないですよね。ソータは多分聞きたい人です、うん、忘れないでって言った方がもしかしたら嬉しかったのかなとか。ただ浅見がそういうことを言うタイプじゃないっていうのも分かってると思うんだよ。そうですね、ソータ君は。だから多分何も言わずに、いてくれたんじゃないかななんて思いますけど。だよね、いい関係だよ本当に、うん、泣けてきちゃうわしんみりしちゃいますね。しんみりしちゃう本当に。この作品はね、あの先週からね、はい、続いて初ですかね、この長編を、うん、そうですね、2回に分けて読むっていうのは初だと思うんですが、いかがだったでしょうか僕はすごく大好きな作品なので、はい、よかったらねこの筆先の世界の方でね、ちゃんと原本っていいんですか、はい、脚本の方も読んでいただけたらと思いますので、ぜひぜひ、はい、よかったらよろしくお願いします。はい、これ続きもありますよね。はい、実はこの後のお話もあるんです、はい、実はいつかやりたいですね。いつかやりたいね、はい、またいや機会があればやらせていただきたいなって思うんですけど、はい、こちらもね多分やるとなったら2週にかけてやることになると思う長編を、はい、また機会があったらね、はい、こちらの長編もう1本の方もね読みたいと思いますので、はい、よかったら聞いてください。はい、ということでもう1年の月が終わりますよ。怖いね。怖いですね2年目突入ということで、ことの話をついこの間ですよ始めたのね。なんかそんな1年も経ってるっていう感覚ないよね。緊張しますねって言いながら始めたのはついこの間です未だに緊張しますが、まあでもそんなね、日和さんたちもね今やちゃんとミキサーを扱えるようになったということで、はい、壁ちゃんと私はめちゃくちゃ流星さんに聞きました、はい、めちゃくちゃ教えました。まあ最低限ちょっと使えるようになったかなみたいな、うん、まあでも僕がいなくてもできるようになってくれましたからねそうですね、女子会の会もありましたね。ありましたからね。いや成長ですよ。成長ですかよかった、成長しててミキサーを扱えるようになったという成長が感じられる1年でしたね。よかったですこのお二人の次の1年何を目標にやりましょうか。そうですね、また成長を目指して何かしらやりたいですね、はい、来月とかどうする、その今年、はい、もう去年になるか、はいはい、の1年間でやった作品リバイバルとかしてみる。いいですね。10月その回にしますか、うん、そうですね、いいんじゃないですか。過去に読ませていただいた作品をまた、そう、他の人が読んでもいいし、うん、もう一回同じ人が読んでもいいし、うんうん、なんか自分の気に入ったやつ、過去の作品の中で自分が気に入ってるのをもう一回読むみたいな。いいですね。いいんじゃないですか、そういうの。猫ちゃんとかまた聞きたいな、ガベちゃんの猫3部作ありますから。ありましたね、それぞれ1回ずつやってます猫チェーンしますか猫スペシャルウィークみたいになりませんか猫チェンの会まあそういうのもあっていいんじゃないですか。楽しそうですねみたいなので、多分来月はそんな感じでリバイバルじゃないですけど、はい、過去作をやると思いますので、よかったら楽しみにしていてください。お楽しみに、はい、ということで
今回も楽しんでいただけましたでしょうか。次回もまた素敵なお話をお届けしますので、よかったら遊びに来てくださいね。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。1年間ありがとうございました。ありがとうございました。